昔々、地球の片隅で小さな小さな出会いがあった。そしてドラゴンボールをめぐる孫悟空と仲間たちの長い長い冒険と戦いの日々が始まった。どんな願いも叶えてくれるシェンロンに魅了された敵との戦い、復讐に燃えるピッコロとの激戦。お前の負けだ。人類の存亡をかけたベジータとの攻防。星でのフリーザ戦、人造人間とのセルゲーム、今だ、うわ、魔人ブーとの最終決戦。次々と現れる強敵に対して、スーパーサイヤ人になった悟空は、成長した息子ゴハン、ゴテンや仲間たちと共に世界の窮地を救い、いつしか地球には平和が訪れたのであった。だが